大阪府立布石北高等学校は大阪府東大阪市荒本西にある公立の総合学科高校。高校生急増期の昭和後期1978年、府立117番目に新設されたマンモス校。週1回の職業実習による職業教育を同時に進めるデュアルシステムが導入されており、2006年から府立6番目の エンパワーメントスクールに改編されている。1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に新設した不立高校の一つ。1973年度だけで開校13校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中、不立117番目として1978年に開校した。 2020年度現在、学校の特色は、デュアルシステムと人権教育の二つ。デュアルシステムは、インターンシップや、職業体験を組み込んだキャリア教育。人権教育は中国をはじめ外国からの、都日生徒を、中国帰国生及び外国人生徒入学者選抜、として、別枠の入学試験で受け入れ、多文化教育や、 帰国生徒対象の日本語学習等を行うなどの国際理解教育にも力を入れている。教育課程は全日制課程で開校時は普通科だったが2013年度からデュアル総合学科を併置。2017年度よりつまずいたところを徹底的に学び直しを主とする総合学科に改変された。開校時から普通科で 大学や専門学校などの進学に向けた授業カリキュラムだったにもかかわらず長年ほとんどの生徒が進学せず就職していた。職種別では製造技能が最多で6割を超える年度もあった上フリーイーターやニートが5割を超える年度もあった。このため二千三年に大阪色のデュアルシステムを実践したいとして文部科学省の専門高校等における日本版 デュアルシステム推進事業の研究指定校に名乗りを上げた。その結果2004年度から3年間、富士布施工業高校と2校で指定され、その取り組みをもとに2006年4月から普通課内にデュアルシステム専門コースを設置した。デュアルシステムとは、学校と企業や施設が連携して、生徒が週1日、企業や施設に通って実習することを、 正規の学習として行う制度で、普通科の高校では日本で唯一の導入だった。その後2013年度より、デュアルシステム専門コースを開祖し、デュアル総合学科を、普通科と平地。引き続き、デュアルシステムの内容で続けていたが、二つの学科を2017年に総合学科に統廃合し、エンパーメントスクールとなった。デュアルシステムは2020年度現在、 地元事業所の協力で、1年生は、インターンシップ2日間、2.3年生は、週1回、丸1日の職業体験実習を行った上、実習で学んだことを学校で振り返り、次の実習につなげる授業などを行っている。演示職を、スクールカラーとしている。校歌は、時一郎による、作詞、物ののべ一郎による作曲。制服は2017年度より、 スクールカラーの演示色を基調したデザインに変更した。クラブ活動では、ボクシング部が1994年8月、全国高等学校総合体育大会に出場。校舎は、半世紀以上前の開校時のままで、旧体新基準の既存不適格で、震度6強の揺れで、倒壊の恐れがある。このため1 0 0 7年から改修を行った。ありがとうございます。